はい、皆さんこんにちは、カンナと申します。はい、見てください、じゃじゃん、衣替えしました。後ろにエンダーマンがいますけど気にしないでいきましょう。あのね、やっぱミコ服が好きなので、ほんで桜も好きやから、桜柄のねミコ服みたいな感じの服装にしました。かわいい、我ながらかわいい、これは。はい、というわけでね、早速やっていきましょう。カンクラでだ、さっきからスケルトンがおるんよな、どっかに。ほんでブラマイをしようと思ってんけど、松明がないからちょっとブラマイがきついので、ちょっとここら辺にある洞窟でちょっとあれな、あ、どうしよう、木炭作るか。じゃあもう石炭を取ってこようかなと思って、めっちゃつるはし作ったんやけど、ちょっと待って、分からへん、かまど作ってないからさ、かまども大事やから、かまど分のちょっと石をね取りましょう。とりあえずちょっと分からんくなったから、これ最低限あればいいんですよね。最低限あれば、とりあえずね、こわー、多分このここになスケルトンおるはずなんや、めっちゃ音がするから、よいしょ、とりあえずかまどを作ろう。ブラマイするにしても暗かったできんし、だから松明作りたいし、ですげえ怖いし、よいしょよいしょ、足りたな、これで、よいしょ、雨やな、雨降っと、雨か、よし、こんだけ取ったら大丈夫よ、よし、雨か、まあ雨はあんまり好きじゃない、ゾンビがさ雨の時死なへんから、よし、かまど、よし、かまどは OK、 ちょっとかまど設置しましょうかね。ちょっとこれちょっと邪魔、 OK、 ここでいっか、でちょっとここら辺ポッて立てとこうか。んでだ、何をしようと思った、そう、松明を作りたいから、ないかな、入り口近くにあればいいんやけどな、石炭とかがさ、怖っ、なんかさっき落ちて死ぬかと思った。で、夜なんか、これは夜、夜やったら寝るぞ、夜や雨が降っとったらさ、夜とかが分からへんから、とりあえずこれで雨やまして、とりあえずここら辺見えへんな、おるやんけ、ゾンビ。んで、ここ浅いな。はい、そういえば木の剣が作れるな、なんもない、なんもないか、木の剣が作れるから、そうね、木の剣とか、え、木の剣じゃない、石の剣やから、ちょっとここら辺掘ろうか。うわー、ここ水入ってきそうだ、怖いな、水が。ちょっと待って、ここ後でちょっと何かしようか、よいしょ、石の剣、シャベル、ツルハシやな、で石の剣もう一個作っとこうか、多分石はまだあるから、木、なんやねんお前、よいしょなんやねんお前って、なんやねんって感じやな、あれやな、あったあったあった、神神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 、いた、あ、神神、鉄まである、ナイスナイス、鉄まであったらさ、まず防具作りたいよな。いや、鉄のツルハシとかでもいいんやけど、どうしようかな、まずさ、身の防御力を固める、死にたくないから、せい。はい、というわけでね、こんだけ石炭51個取ってきました。ほんでついでに鉄もね3つ取ってきたんですよね。松明がないからさ、
ちょっと暗闇の洞窟行くのはちょっとな、ま、怖かったから、はい、見える範囲で撮ってきました。はい、これでね、松明作り放題ですね。やったぜ。とりあえずね、松明を作らんと始まらんから、そうね、これいらん、これを全部木の棒、あ、木の棒があったな。木の棒を作って、そこから松明をね、ワンスタックぐらい作りましょうかね。作れるかな。よいしょ、最低ワンスタックは欲しい。あー、作れたな、余裕ですね。もうちょい行こうか。これぐらいで、これぐらいで、これぐらいで OK? 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 OK やな、全然 OK やな。おー、よかった、よかった、よかでございますね。んで、まあ木の帽子もあって、鉄焼くか、焼くか、まあ焼いてもいいけどさ、まあ焼いて、まあ防具欲しいから、防具作って、そうね、これ持っといて、そうね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 、だいたいね、今何時、そうね、そ、どうしようかな。とりあえずやれるとこまでは木のつるはしと木のシャベルとかを使っていく。で、鉄とかを取るときは木じゃ無理やから、そういうときは石のやつを使っていく感じかな。うん、それでやって、こう見てみましょうね。ここ一番近いからね、タイマー立てておきましょうね。あ、あるじゃないですか、あれじゃないですか。湧き潰しを直せんといかんから怖い。私糸に寝ながらあれやったことないもん。つってもフレンドとやっとっても、なんか私がもくもくと一人で素材集めして、しとるから、あんま変わらんちゃ変わらん可能性がある。めっちゃあるやん、めっちゃ嬉しいんやけど。ちょっと待って、よいしょ、あ、めっちゃあるやん、どうしよう、マジ取り放題。素材とかを集めるのが好きなのよね、私。で、なんか褒められるのが好きなんよ。えー、すごいっつって、こんなに取ってきた、マジすげえみたいな感じで言われるのが好きで、私。うん、だからフレンドとかとかやっとった時もそれ言われたいがために、あ、そう、やってる物資集めとかしとって、ほんで集めすぎて結局使わへんっていうパターンなんやけど。やっぱあれやな、木のつるはしは遅いな。まあ仕方がない。まあ作ってもだからやっぱ使わなさ、もったいないやん。私ね、もったいない症候群なんですよね、多分。もったいないから、もったいないからみたいな感じで、私フレンドとやるときもそうねんけど、もったいないからみたいな感じで、なんかダイヤとかあっても、え、それ使うもったいないやんみたいな感じになって、よくなんか揉めることはあります。全然なんか使えるんやけど、なんか木材とかもなんか なんていうんやろ、え、もうそれ使うんみたいな感じで、私なんかもったいない症候群発動して、待ってよみたいな、あんまりそれ、その材料ないんやからさみたいな、あんまちょっと使わんとってみたいな感じになって、揉めることはありますね。いやー、そこがね、あんまね、自分の良いとこじゃないと思うんですよ。直したいなって思います。で、なんかいらんもんとかがもしあって、なんか、なんやろ、いらんもんとかがあって、なんかフレントとかがなんか、これこれいらんよなみたいな、これ使わへんよなみたいな感じで捨てたりとかするときも、いや使うかもしれへんやみたいな、いつか使うかもしれへんやみたいな感じになるから、私それがね、良くないんですよね、多分ね。いつか使うかもしれんっていうからさ、やから片付かないんですよね、物とかがね。片付けとかもそうやけど、自分の部屋の片付けとかもそうやけどさ、いつか使うかもしれんとか言ってさ、うん、なんかまた使うかもしれん、知れへんからさみたいな感じで、なんか置いとくことが多いんですよ。やから、ゲームとかもそうなんですよね。全然やってないゲームとか、もういらんやろ、売りに行こうよって言われても、いやまだ使うかもしれへんやんつって、またやるかもしれへんやんみたいな感じで言って、ほんで、まあ結局やらないん
ですよね多分。やらないんですけど、もったいない症候群ってそういう感じなんですよね多分。てか広くね、怖いんやけど、広くね思ったより広くてちょっとビビっとる。え、なんか普通に喋りながらやっとったけどさ、え待って待って待って、広い、ちょっと待って、上登らせて、上登りたい。あー、ヤバ谷園ですね、これこれヤバ谷園か。ヤバ谷園の多いお茶、そうね、やばいね。あー、広い上にやばい。なんやこれ、あれ炭鉱でもあんのかこれ。ちょっと待って、迷子になるって。あーでも鉄があるな、あの鉄は取りたいけどさ、ちょっと待って、アホみたいに広い。適当にね、松明は焚いとくけどさ、よいしょ。行き止まりに出会え。行き止まりない、ちょっと待って、行き止まりがない、ピンチ。まあ松明は死ぬほどあるからいいけど、マジ、わあめっちゃ石炭ある。ちょっと待って、ここのやつ取るか。ちょっと思ったより広すぎてビビっと。ちょっと待って、あ、これ取りたい、この鉄取りたいからさ、足場を作ろう。まあ今回はあれですね、洞窟探検とかですね。ブラマイはちょっと今回は、危ない、聞いてあったかんや、危ない。今回はちょっとブラマイはね、できるかな、できないっぽいね。思ったより洞窟が広すぎる。これ洞窟探検がやばくなるとこやな。ちょっと待って、マジで広いんやけど。はぁ落ちたら死ぞ、さっきんとこ。あ、鉄がある、それは。あ、行き止まり、ラッキー。とりあえずさ、鉄あるからさ、鉄装備になっなりたい鉄装備になりたい。やっぱ石のつるはし早いですね、気が遅いだけなんですよ。こんな感じで良いかな。石もね、トロームだ、無限に取れる感じよな。ここちょっとタイマー巻き潰しをしとこうかなって思うんですけど、ここやべえな。はあ、ちょっとどないなっとんマジ。ちょっとこれはやばー、やば、ヤバ谷園の多いお茶。よいしょ、遠いとこも取ろう。なんか思ったよりある、思ったよりあるな。あの向こうを取れん。下からやったら取れるけど、ちょっとやめとこう。どうしようかな。ちょっと待って、これマジでは、あ、水があるんか。さあ、ほら、ちょっと、とりあえず、ね、ここで光を灯して。私ここまで来たら出口がわからんくなるんやな、次。あれみたいな、どっから来たっけみたいな、あるあるなんですよ。だから、あの座標、水邪魔、座標を、あ、水が、水、なるほどね、こんな感じか。まあ、なんやろ、行き止まりがあったら安心感があるのな、味。
ょっと待って、はっ、怖っ、立てとこ、怖っ、えっ、What?待って、ここまで広いのは初めてよ多分私。いや初めてじゃないか、初めてじゃないけど、いつも一人じゃないから一人で洞窟怖いんですよ私、正直に。洞窟いつもフレンドとやるときはフレンドがね一緒にね行ってくれるから、さっき行ってよみたいな感じでやってくれるから、さっき行ってくれるし、で敵が出たら倒してくれるしみたいな感じやから、うー怖い。なんかこういう時こそさ、なんか参加型でさ、なんか参加してくれた人すいませんが、あの洞窟探検行ってもらっていいですかみたいな、資材集めてもらってきていいですかみたいなさこともやりたい。苦手、私苦手なのよ洞窟は、暗すぎまんじ。待とうや、雲おるし、雲おるし、やべやべ、ちょっと待って、ちょっと待ってとりあえず撮るかも。エンダーマンの声がする、声っていうかあれがする、雲、木の剣で勝てるんか。おーしよしよしよし、あー危ない。ステップアンドウェイ、んあ、ステップアンドウェイってなんや、あっとる、殴って後ろ下がるやつ、殴りの後ろ下がりの、はっ警告マジで、はぁなんですけど、ちょっとこれ以上はさすがにちょっとまずいまずいまずい、戻ろう戻ろう戻ろう、ちょっと鉄がある、目の前に鉄がある限り私は戻らん。どこがあるよ、やばくな、はああれなんかおかしい、は嘘でしょ、嘘や、広すぎまんじなんですけど、あマグマや、うわこんなとこまで到達した、高さ40でマグマってありえますか、ありえるんだよな、マグマダイブは絶対したくないから、うわーちょっとやめとこ、今はやめとこ、マジか、石炭がある、ちょっと座標を見る限り、あ鉄、そこまで離れてないとは思うのよね、あのリスチから、リスチの真下って言っても間違いじゃない気がする、は？マジマジ？水ですか、あ、こっから出れるっぽいな、出よう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 、あれ？やべやべ、呼吸が呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから、ここから何、あれ登るの下手くそ下手くそまんじ、よし行くぞ、スマホ版はねすごい登りにくいんですよ、よいしょ、よかった出れるな、これちょっと掘ろう、で水か、水ちょっとこれ止めたらまずい気がするけど大丈夫かな、止めても、今んとこやめとこうか、ちょっととりあえずこれ、はあはあ、なるほどここか、なるほど把握、なるほど把握した、なるほど、ちょっと整地しよう、なるほどね、こんな感じか、オッケー、よーし洞窟探検してきました、じゃじゃーん。
そうですね、石炭、2スタックプラス6ですね。はい、こんだけあればもう松明は結構できる。あと鉄が47個なんで鉄装備できますね。とりあえず鉄を焼こう。鉄を焼いて、お、メタルに決めろとはメタルに決めろ。おお、あと食材がな、食材がちょっとって感じ。んー、どうしようかな。今回はちょっと洞窟探検の回やったんですけど、食材もちょっと耕したいけど、どうしようかな、食べようかな。次回、石炭も手に入れたので、次回家を建てます。で、どうしようかな。ここの真下が洞窟なんですよ。めちゃくちゃめちゃくちゃ洞窟なんですよね。洞窟やけど、えっか、ここに建ててもええよな。めちゃくちゃ洞窟やけども良いよな。ここにしよう。海辺でさ、海辺っていうかこの水辺 あのお家ということでね。はい、ここ次回建てていきたいと思います。今回はブランチマイニングじゃなくて、あの洞窟探検になりましたね。はい、ありがとうございます。またね、次回これまったり、本当にまったりしていきたいと思っておりますので、あの参加型もねやりたいと思っていますので、また次また見てください。ではありがとうございました。バイバイ。あ、ですすー。